ソエジマックスです。この、ヨース 60D にこれ、はい、これ 40mm の、F2.8 のレンズです。これね、この小さいレンズをつけて、これでね、動画撮影をしてみました。それをちょっと見てください。主にね、こう開放値の F2.8 で、動画撮影をしてたんですけどもね、 40mm なんで標準レンズ的な使い方ができるので非常に良かったですね。 50mm のレンズをつけてやるよりもこっちでつける方が断然良かった。意外とね、抜けも綺麗かったし、綺麗に撮れるもんだと感心しました。コストパフォーマンスの高いレンズではないかなと思いました。今日はこういうセットで試してみました。 EOS 60D と 40mm F2.8 のキャノンの EF レンズでした。ではでは。